先輩、コーヒーカップ乗りましょう。先に目を回しちゃった方が負けですよ。あ、お化け屋敷もある。怖い。先輩、守ってください。そうですね、今日は遊びに来たわけじゃありません。ブログにアップするカスミンの超絶最強破壊的に可愛い写真を撮るために来たんです。はい、やった、先輩と遊園地デートです。後でみんなに自慢しちゃいますよ。どうですか、可愛く撮れました？ですよね。いやー、どうしよう、こんな可愛い写真アップしたらあっという間にマジカルカスミンキャッスル定員オーバーですよ。え、一応嘘でしょ、すぐに削除して。って普通に可愛く撮れてるじゃないですか、先輩の嘘つき。そうですね。あ、撮りたい場所一個思い出しました。行きましょう。ここです。アトラクションというよりフォトスポットですね。撮影が自由に許可されているので、ここで撮った写真をブログや SNS にアップする人いっぱいいるんです。中にはトリックアートが飾ってあったり、迷路があったりして遊べるらしいですよ。映えるのは建物だけじゃないんですよ。さあ入りましょう先輩。じゃーん、どうですか、この洋館がフォトスポットとして人気の理由。それは撮影用に衣装を貸し出してくれるからなんです。どうですか、この気品あふれるドレス。かすみの清楚で可憐なイメージに華やかさがプラスされて、魅力がいつもの100倍、1000倍、10000倍。先輩、なんで何も言ってくれないんですか。無視なんてひどい。もしかして、変ですか？似合って、ない？本当ですか？本当に似合って、うわぁ！平気です。先輩が抱き止めてくれたから。似合ってるなら似合ってるってすぐに言ってください。ずっと黙ってるから怖かったんですよ。変だって言われたらどうしようって。はい、分かってますよ、先輩はカスミンのこと大好きですもんね。でもカスミンを不安にさせたことはいくら先輩でも許せません。今日一日責任を持ってしっかりエスコートしてください。